おはようございます。おはようございます。北海道の車中泊旅から、帰ってまいりまして、動画編集も一段落ついたんで、そろそろ山に登りたいなと思って、今日は山に登りたいと思います。今日登る山はですね、はい、こちらです。茅ヶ岳ですね。茅ヶ岳に登りたいと思います。この山はですね、日本百名山の著者である深田久弥先生が、最後に登った山として、有名ですね。では行ってみたいと思います。前半は割と平坦な道が続くね。時刻は9時45分。深田先生は、この山を、登り切ったわけではなくて、途中で倒れられたということらしいですね。うん、ないな、もうちょっとかな。女湯は到着だよね。女湯は付近に書いてあるね。どれが女湯かわからないけど、さあこれから急登だね。本格的な、すごいよこれ。じゃあ行きますか。NHKBS で放送してます日本百名山ですね。その、メインテーマミュージックをさだまさしさんがですね歌ってるんですよね。空になるという歌を。でその冒頭の歌詞はですね、我々二人の今の気持ちをよく表してるなという感じでいつも思ってるんですよね。それがですね、自分の重さを感じながら坂道を歩くという、歌詞ですね。これはもう本当我々二人の気持ちを表してるなと思いました。まあ、ちょっと言い換えればですね、自分の重さに後悔するというかね、そういう感じですね。よし、
よいしょよいしょ、到着。茅ヶ岳頂上、富士山がよく見えるよ。いただきます。